ボロンカツベトナボロンカツベトナは、ロシア原産のアイ犬ン種の一つである。別名は、ツベトナボロンカ。18世紀にロシアにもたらされ、上流階級の貴婦人の抱き危険にとして流行した、ビションフリーゼが元となっている。ロシア革命の後、1950年代に改良が行われ始め、ボロニーズや小型のアイ犬ン種を交配させて誕生した。本種もビションフリーゼと、 同じく身分の高い人の愛玩犬として扱われ、続け、民間への譲渡や外国への輸出は厳しく制限され、門外不出の犬として、さらに改良が重ねられていった。ソ連解体後、ボロンカツベトナは、貴族以外の人も飼育ができるようになり、初めて、ロシアとドイツ以外でも飼育が行われるようになった。後に、本主も不思議に、 公認登録申請を出したが、諸事情により公認されなかった。現在ロシア以外ではあまり知名度は高くないが、国内では人気があり、愛好家は多い。近年低アレルゲン犬種が人気を呼んだ際、それに乗じて国外に紹介されたことが多々あったため、犬種に詳しい人にはやや知られている。今も愛外剣として使われ続けているが、消毒としての育成も始まっている。 1978年、ボロンカツベトナは、ドイツに、ソビエト連邦からの外交の贈り物として贈られた。現地でも人気が出て、1980年代には、この犬をもとに新品種の開発が行われるようになった。それにより、作出された犬は、ボールアンカフランゼスカと呼ばれ、ロシアのものとは別の剣士として認知されるまでに、至ったが、国際的な地区剣団体である、フシーには、 ボロニーズの編集とみなされ、新たに公認登録されることはなかった。ボロンカツベトナとボールアンカフランゼスカは非常に近い間柄の犬種であるが、それぞれに愛好家と犬種クラブを持ち、互いに独立している。ボロンカツベトナは、ボロニーズによく似た外見をしているが、それよりもマズルが長く、先細りでさらに安定した気質を持ち、経路もバリエーションに富む。 くりくりとした巻き毛を持っていて、毛は抜けにくく体臭が少ない。また、低アレルゲンで、犬アレルギーの人でも軽度であれば飼育が可能である。耳や尾にも飾り毛がある。毛色は白のほかブラック、ブルーなどの単色や、それにホワイトのパッチが入ったものなど。キャシャな体で身が軽く、耳は垂れ耳、尾は巻きを。 体高24から26センチメートル、体重2から5キログラムの小型犬で、性格は温厚で明朗、知的で物分かりが良い。しつけの飲み込みや状況判断力に富み、初心者にも飼育がしやすい犬種である。遺伝的に透明な犬種で、平均寿命は14年以上と言われている。デズモンド・モリスの犬種辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓役性分動振興者、 2007年、ありがとうございます。